パワー DVD11 の画面から YouTube の動画を直接視聴することができます。動画タブをクリックして左パネルの YouTube をクリックします。 YouTube 右側の鍵マークからサインイン、矢印マークではページの更新を行います。画面上部に複数のアイコンが表示されます。おすすめには YouTube のおすすめ動画が表示されます。再生回数の多い動画には再生回数の多い動画が表示されます。お気に入り、プレイリスト、登録チャンネル、マイビデオは YouTube にサインイン後に有効になります。お気に入りにはお気に入りの動画が表示されます。プレイリストには作成したプレイリストが表示されます。登録チャンネルには登録チャンネルが表示されます。マイビデオにはアップロードした動画が表示されます。ムービートレーラーには最新映画の予告編が表示されます。動画クリップをダブルクリックすると再生が開始します。停止ボタンを押すと前のメニューに戻ります。動画の再生が完了した時点でも前のメニューに戻ります。パワー DVD11 の詳細はサイバーリンク公式サイトをご覧ください。